やっぱ中島監督のマネジメント力はやっぱ上手なのかなっていうのは思いました。打てるっていうキャッチャーはやっぱ魅力だと思いますし、意外と守備を下からの流れで行った方が打ちやすかったりとかするっていう人も結構多いので、キャッチャーやりながら出た方が本来は一番の理想なのかなと思います。オリックスも成田在籍されてたかと思うんですけど、はい、2位っていう今の位置にいるのっていうのはどういう部分だと思うんですか？やっぱ中島監督のマネジメント力はやっぱ上手なのかなっていうのは思いました。で、僕がオリックス在籍時は2軍監督だったんですけども、まあその冗談でもこう選手とコミュニケーションを取ってるなっていう感じがすごくしました。それってすごくやっぱ大事なことだなっていうのは思いましたね。まあ、リラックス、まあオンとオフはあると思うんですけども、こうリラックスは指揮官から声をかけてもらうっていうのはすごく選手にとっては嬉しいので、こうビクビクしなくて やれるっていうのは特にオリックスのチームカラーに合ってるんじゃないかなと思いました。まあやっぱ環境づくりじゃないですかね。やっぱりそういうふうにこううまくマネジメントしてるんかなと思いますけど、まああとはもともとプロ入るぐらいの能力は僕持ってると思うんですよ。みんなそこで、あとはその環境、チームの雰囲気だったりとかに合う合わないがあると思うんで、それが合ってる子たちが多分こう結果を残ってるんじゃないかなと思ってます。ピッチャーで言うと、まあ、宇田川投手、はいはい、WBC のこのボールみたいな部分とかが影響してるんですかね？はい、まあ、あとはその一番大事な時期にあんまり試合に投げれてないじゃないですか。でそういうことも要素を持ってると思いますし、あとは一つの要素としたら、昨年結果が残ってた時に、なんで結果が残ったのかなっていうのを自分でちゃんと分かってたらいいんですけど、分かんないで、まあ、そのまま行ってしまうと結果が残らないパターンは多いので、で多分もしかしたらその結果は残せた理由が自分が意外と明確じゃ分かってなかったのかもしれません。もう一人、はい、俊平太投手ですね。投球のその凄さみたいな部分を成田さんからどう見てますか？まあ、僕自身もそうなんですけど、あまり深く考えてなかったりすると意外とキャッチャーの、森選手だったり若月選手、キャッチャーのが要求された通りに、まあ、投げてる、だけだと、もしかしたら、結果良かった良かったで多分終わってしまうと今は残ってると思うんですけど、ただこれが、まあ、本人がちゃんと自分でいろいろ考えながらやったら別なんですけど、こればっかりしたらちょっと僕も本人に聞いてないので分からないんですけど、まあ、イメージとしたらその宇田川選手が昨年良かった時にちゃんとそういうふうに山下俊平太投手がちゃんとできてるんであれば、僕はそのまま多分来年以降も今の状態を継続的にできていくと思うし、それぐらい能力は多分もともとある選手だと思います。はい、オリックスのその育成力っていう部分はやっぱすごいって感じますか？下から2軍からの選手の使い方とかも上手だなと思います。ちゃんとチームがこう一貫としてこういう風にやっていこうっていうのを決めてると思うので、それがいい効果ですし、あとはチームが上位にいるからこそ、ちょっとダメだと思ったらファームを落としてちょっと調整させて、で若い子1回上げてみようっていうこともできるんです。下位のチームだとそれができないので、いい選手をどんどん使っていかなきゃっていうのになると、多分あまりいい風にはチームの組織としては良くないのかなと思います。次、打撃の方に移りたいんですけど、頓宮選手のこう特徴みたいな、成田選手だったらどう抑えるみたいなところありますか？頓宮は、まあ、そうですね、まあ、実際ね、打席っていう打席はシート打撃も対戦しないので分からないんですけど、まあ、なんかこうやっぱね、インコースを攻めなきゃいけないのかなっていうのは感じはします。外の打ち方が上手なイメージだったの で、いかにインコースを攻めるかを僕は鍵かなと思ってます。頓宮選手って1年間被ってますか？被ってますよ、はい、どういう選手ですか？結構ね、陽気というか、やっぱり大学は大学なのでちゃんとしてますし、で1回だけちょうどキャッチャーをこれからやっていくっていう意味で1回ブルペン受けてもらった時は、やっぱキャッチャーらしいっていうか、キャッチャーやってたことあるからっていうのもあると思いますけど、まあ、意外とね、投げやすかったですよ。はい、なのでそういう面とか見ると結構、まあ、ムードメーカーまでいかないですけど、まあいいキャラしてるなと思います。でもこんぐらい打つとは思ってました？1年目だと難しい部分だと思うんですけど。あ、でももともとバッティング自体はうまかった、うまいって言ったらあれですけど、上手なので、まあある程度こう慣れていくと打席数とか立つと打っていくのかなっていう感じはあります。森選手が加入してきたじゃないですか。
これやっぱ DH で行くのと、やっぱキャッチャーとして行くのだと違ったりするもんですかね。そうですね、やっぱ野手とかよく聞くのは DH だと自分がゲーム感入ってる感覚はないって言ってたので、意外と守備をしたからの流れで行った方が打ちやすかったりとかするっていう人も結構多いので、特に外人選手、まあ、よく聞くので、意外とやっぱね守備あった方がいいのかなって思ったりします。なんかチームの雰囲気とか、あの、まあ、左右があんま分からなくて、流れがこうなってるとかも雰囲気もこういうのとかも分からないので、そういう面ではね、多分 DH でもやっぱ野手で出ながら守備をしながら出た方が、多分野手の人はみんなリズムがあるのかなっていう感じがします。まあ、捕手ってあんまり打つみたいなイメージってあんまりなかったと思うんですけど、はい、こういう選手がスタメンにいるとちょっと怖いですか。まあそうですね、キャッチャーというよりも打者としてはやっぱ怖いですかね。打てるっていうキャッチャーはやっぱ魅力だと思いますし、まあ前だったらそれこそ、安倍さんだったりとか、もちろん古田さんもそうなので、やっぱそれ考えたら打てるキャッチャーっていうのはすごく魅力ですね。で、よく言ったら、セリーグで安倍さんと古田さんは 出続けてるので、谷繁さんもそうですけど、って考えたらやっぱりキャッチャーやりながら出た方が本来は一番の理想なのかなと思います。3連覇ですかね、オリックスもかかってる部分だと思うんですけど、はい、優勝へのまあキーマンみたいな、いますかね、オリックスだと。まあ、山岡もね、良くなってきてるんでね、こう、山岡に勝ちがついてくると、こう、ちょっと、あの先発陣もこう安定してくるのかなって思ったりもします、はい、結構 ねあのいいピッチングしても勝ててないのが現状なので、これがねあの勝ちに転じてきていくと、多分本人もどんどん上がっていくと思うんですよ、僕のイメージなんですけど。そうすると多分な浮上のきっかけになる、もう浮上というか優勝するチャンスは生まれてくるのかなと思います。勝てるかもしれないピッチャーが勝ててくると、優勝は全然チャンスあると思います。オリックスの注目選手って言いますか。あ、はい、茶野です。茶野。はい、頑張ってほしいなと思います。そうですね、ずっとね、こう、1番バッターで打っててるイメージがあるので、結構ね、こういう子が、こう、リードオフマンで頑張ってきてくれたら、まあ、ね、特に上位に、クリーンアップに回ったら、結構面白いんじゃないかなと思ってます。オリックスだったら、今までだったら、もちろんね、あの、バッター近かったですけど、1番バッターが。で、今年に入ってね、やっぱ、リードオフマンで立ってるってことは、それぐらいやっぱ期待されてるってことですから、なんかこうもう楽しみですかね、単純に。はい、なのでやっぱ走れる一番みたいな部分っていうのは、いやいいと思います。で、特に若いんで、まだからこそ、なんかこう勢いで頑張ってほしいなと思います。わかりました。はい、はい、ありがとうございます。